次です。次はリトアニアのマルガリータ・アレクシエバさんです。タイトルは日本の生活です。お願いします。皆さんおはようございます。私は4年前に子供と日本へ行きました。日本に着いた時、挨拶とありがとうの言葉しか分かりませんでした。他の国へ来る時、主観が言葉が分からないといろんな問題が出てくると思います。私もたくさん問題がありました。その中で一番覚えているのは病気の時です。その時は何の病気か、何の薬飲まないといけないか、分からないかがとてもストレスになりました。日本はいい、優しくていい国ですから、いろんないいこともたくさんありました。その中で一番覚えているのは、初めて日本のレストランへ行った時のことです。その時はお店の人、床に膝をついて、おはようございますと言いました。私はびっくりしました。とてもいい驚きでした。私の国ではお客さんにそんなに大事しませんから、今まで日本のサービスに感心しています。ごきれいの刺身、とてもきれいにお皿に飾ります。日本の食べ物の出し方も丁寧です。日本の生活にも慣れましたが、まだ困ることが多いです。まだ困ることが多いです。けれども前より困らなくなりました。私はきちんと日本語を覚えたいと思って日本の学校へ来ています。私は新聞と日本の雑誌読めるようになりたいですから、今からもっと努力します。ありがとうございました。